DJ おじさんのインテリアコーディネーター二次試験直前サポート講座です。今回は町長直前対策です。今日は試験前日の土曜日です。ここにありますようにおすすめの動画を見て試験に臨みましょうということです。試験中に有効なラクトレのマル秘テクニックの動画について解説してございます。概要欄の方に、この動画のリンクも貼り付けてありますので、ご活用ください。はい。はい、1番目は、試験中の対応方法の提案ということで、これらの動画をご覧いただければ一気に合格に近づきますというお話です。試験中の対応方法のにつきましては、ここにありますように、4つの動画をアップしてあります。まず1番目、着彩が合否の分かれ目って本当ですかということです。内容はですね、昨年から合否判定の基準が変わったと思われますということです。その背景は、難易度の低下から、来るものですが、見栄えのする図面が求められるということになります。ということは、着彩の出来不出来で合否が決まるかもということで、従来よりも着彩を丁寧にする必要があるというふうに思っております。続きまして、プレゼンが先か論文が先かということで、試験中の課題の着手順の話です。ラクトレのおすすめはプレゼン先行です。なぜか、パニック防止策ですということです。単純作業的なプレゼンから、回答をした方がいいのではということです。下手をすると、課題の着手順序が合否を左右することもあります。はい、よく、考えていただければと思います。続きまして、IC 試験の問題が問題だという変な、題名ですが、コーディネーターの二次試験の問題文は、指示事項が、1ページに表示されていないということで、バラバラに記載されているということで、この、実態を知らないと試験中に、慌てるということになります。ということで、それの解決策ですね、の動画がこちらです。究極のチェック方法の紹介ということで、おすすめは回答用紙チェック法というものを開発しました。問題を読みながら重要指示事項を回答用紙ですね、その周りに、鉛筆で書き込むということです。で、問題を作成して最後にですね、その重要指示事項が書かれているかどうかをチェックして、書かれていればその鉛筆の記入事項を消しゴムで消すということです。これをやれば絶対に忘れないと思います。はい、こちらの動画を見てまた、学習していただければと思います。以上です。はい、2番目の動画の紹介は出題予想の動画の話です。なかなか当たらないのですが、あえて予想すればということで、予想しております。まず2023年の出題予想のプレゼンですね。これに関しましては、空白説最近出てないねということで、立断面図がやばいということですね。もう一つはサイクル説、ある一定のサイクルで、課題が出るということで、藍染め図がそろそろやばいということです。ということで、今年もおそらく難易度作図量は少ないはずということです。藍染め図もいろいろな出題形式があるのですが、あえてその中で、絞れば家具の藍染め図がやばいというふうに予想しております。具体的にはこういったものですね。収納家具あたりの藍染め図が出そうかなと思っております。わかりませんけど、続きまして論文の出題予想ということです。これに関してはほとんど根拠がないのですが、あえてトレンド説、最近
アイテムの選定が多いねということで、今年もそうかなというような、感じで予想しております。以上です。はい、最後に回答速報の予告です。2023年の IC2 次試験の回答速報です。公開予定日は12月20日頃を予定しておりますということで、YouTube の楽トレの YouTube のサイトで公開いたします。はい、ぜひ見ていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。試験を頑張ってください。